地熱で温められた温水をお風呂として有効活用している温泉、国内の主な旅行先として選ばれるものの、近年は衰退が一種のトレンドとなっています。そんな中、今でも人気が衰えないところがあります。岐阜県下呂市、下呂温泉ですね。数少ない東海地区の中では珍しく、かなり人気のスポットとなっています。そんな下呂温泉について、皆さん、おい、なんで下呂温泉だけ人気あり続けるんだよ。まあでも当然か。だって HC85K があるんだから人気。はい、ブリッド・リペなんて思うわけないですね。大変失礼いたしました。鉄分多めの方々であれば、確かに高山本線の新型特急を目当てに下呂温泉に行くかもしれません。ですが普通の非鉄であれば、あくまでも温泉目当てになりますね。下呂温泉、日本三大名泉として知られています。国内の温泉地のビッグスリーに入っている感じです。またじゃらんの温泉地ランキングでも毎年トップに君臨しています。それだけ人気なわけです。ただやはりこんな疑問が残ります。だからなんで下呂温泉だけ人気なんだよ。そんな感じに思ったため、ウプ主のおっさん、適当にリサーチしてみました。ですが日本三大名泉だからといった内容だけしか見当たりませんでした。よって Bing の AI チャットに質問してみました。ねえ先生、下呂温泉ってなんで人気なん？それについてチャット数秒で答えを出してきました。まずは泉質の良さがあるとのことです。無色透明で柔らかい泉質が好評とされています。ウプ主のおっさん、少し確かめてみました。下呂温泉、河川敷に露天風呂があります。いろいろと問題になったため、現在は足湯にとどまっています。ここで確かめてみました。とにかく温水に触れてみたおっさん、うん、わかりません。もしここが旅行チャンネルだったら完全にレビューが下手になりますが、まあどちらかというと社会系チャンネルであるため、この辺は許してくださいね。まあ無色透明であるのは理解できました。旅行を宣伝するサイトでは美容液のような無色透明と記載されています。他にもグルメやスイーツで充実している点も理由とのことです。飛騨牛、プリンなどが有名とのことです。とのことですというセリフですので、まあそういうことですね。おっさん、いずれも食べていないのでわからないそうです。インスタグラムでよく上がっている感じのものかと思います。ですがもっと重要な理由があります。観光客の皆さんはおそらく、電車で簡単に行けるな、名古屋から1時間半くらいか、便利だしちょっと行ってみるかと述べ、電車というワードで鉄オタに突っ込まれるかもしれません。まあハイブリッド車が電車に当たるのか不明ですが、この話はここまでにしますね。下呂温泉の最大の特徴、それは鉄道でのアクセスの良さがあります。特急飛騨号であれば名古屋から約1時間40分で行けます。新幹線組でも名古屋駅で乗り換え1回のみです。非鉄でも簡単に行き来できる点がメリットというわけです。まあ今後は新幹線と特急の乗り継ぎ割引が廃止され、特急料金が大幅に高くなってしまいます。旅行客にとってはかなり痛い話ですが、鉄以外の世界では乗り継ぎ割引？何それ？という感じで知られていない内容とも言われています。故に影響はあまりないかもしれないですね。なお温泉街は下呂駅から徒歩数分です。ほぼ駅前と言っても過言ではないレベルです。駅からのアクセスがとてもいいのも人気の理由となっています。そんな鉄道の利便性の内容は駅利用者数のデータにも出ています。こちらが下呂市より公開している資料です。市内の駅のお客さんの数を見ますと、下呂駅ほぼ横ばいとなっています。例のウイルスの前であればむしろ微増となっています。確かにリーマンショック前の時代には及びません。ですが決してオワコンとは言えないレベルですね。一方下呂駅以外を見ますと、どこも下落傾向が明確に現れています。沿線の少子高齢化、人口減少が理由ですね。下呂駅の場合も人口そのものは減っています。となるとこういうことが言えます。当駅の主力は観光客である、断言できるのか知らないですが、おそらくそういうことかと思います。とにかく
HC85 系で簡単に行ける点が人気のポイントとなっている感じです。ただ、皆さんこんなクエスチョンを持ったかもしれません。おーい、ここ2、3年ダウンしてるぞ。完全に衰退してるだろう。確かに、近年は大幅に旅行者が減っていますね。もちろん、理由は例のウイルスです。ただ、早くも回復しているのも確かです。2022年時点でも、2019年度の9割まで回復したと公表されています。さらに、下呂温泉観光協会はこう述べました。今年はお泊まりする人120万人目指すぞ。下呂温泉の旅館に宿泊する総数を年間で120万人達成することを目指しているようです。実現できたら過去20年間で最高の記録となります。またインバウンドで20万人がゴールとのことです。近年は海外からの観光客を狙うのがトレンドとなっています。下呂温泉もどんどん海外組を狙いたい思惑があるようです。なお、下呂温泉、国土交通省の古文の観光庁から最近、下呂温泉、ガチで優秀だから先駆的 DMO に任命するぞ。先駆的 DMO というポジションに選ばれました。こちら、観光庁が公表した資料です。要するに、観光産業で地域をイケイケにしている点、これからもイケイケであり続ける点が評価されたようです。まあ、観光的な受益者、持続可能などうたらと書いてあり、イメージがつきにくいですね。よって、ウプ主のおっさん、適当に翻訳してみました。要するにこういうことですね。条件その1、観光による収入で、市内全体をイケイケにしているか。その2、今後も観光客が減らずにイケイケであり続けられるか。そして、2つ目の条件ですが、ここに必要なのが鉄道ですね。その理由はこんな感じです。おう、下呂温泉、ニゴイヤーから簡単に行けるから、ちょい行ってみる。海外旅行客となると、マイカーはハードルが上がります。そうなると、電車かバスになります。ただ、バスもいろいろと分かりにくいですね。個人客の場合、分かりやすいのといったら鉄道です。インバウンドに強い高山本線という鉄道があるため、先駆的 DMO に選ばれたと言っても過言です。失礼しました。まあ、いろいろと強みがあると認められた温泉、それが下呂温泉というわけです。なお、青春18切符という例の秘密兵器の場合、名古屋から約2時間半です。運が悪いと、ロングシートの車両になりますが、お金がないおっさん派の皆さん、いらっしゃいましたら、ぜひ挑戦してみてくださいね。ここまで下呂温泉についてのお話でした。ではお待たせしました。ここからは、高山本線のストーリーになります。特急ひだ号、下り列車に乗る人たちの行き先といえば、下呂駅か高山駅のようです。そんな中、下呂温泉に行く人たちは、おそらく交互感想を述べるかもしれません。とりあえず、下呂温泉に行きたいので、電車を降りよう言って。